ばんは。こんばんは。リルレのお時間でございます。お時間です。夜も更けてます皆さん。夜ですね。雰囲気がですね、はい、多分、はい、いつもと違いますよね、はい、今日は何なんですか。今日はですね、はい、前回アップした動画、まあ、ロックフィッシングの動画あるじゃないですか。お魚ちゃん、はい、まあ、あの動画多分、まあ、楽しくみんな見ていただけたと思うんですが、はい、実はですね、はい、あの動画の中にめちゃめちゃ怖い、めちゃめちゃ怖い現象が、でかい声が怖い、恐ろしいことが起こっていったんです。っていうのもですね、はい、前回の動画ですね、僕一人でソロ聴講だったんですけど、長崎市の三瀬っていう、はい、沖磯に行ったんですよ。沖磯っていうのは陸から離れた磯なんで、うん、船で渡してもらわないといけないんですよね、うん、はい、この日僕朝11時に磯に到着して一、うん、人だったんですよ、僕磯場に、はい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 、で他の近くの磯場も誰もいなくて、はい、完全に一人で、完全に一人です。まあ、気持ちよくね釣りをまあさせていただいてたんですが、そんな中ある現象が起こってしまったんですよ。ちょっとお聞きしたいことがありまして、はい、マー君、まあ、ユウスケ、はい、まあ、霊的なものって信じてます？俺はそうですね、ちょっと信じてるかな。僕自身は、信じてないけどいてもおかしくないと思ってます。何があってもおかしくない。死んだ人が形を変えていたとしてもおかしくはないと思います。信じとるやん、うん、信じとる。怖いから怖いから言わないんだよ。僕はですね、まあ、霊感もちろんないですし、うん、まあ、霊的なものは信じてないタイプなんですよ、うんうん、ですが、はい、まあ、今回の現象は言い訳がつかないっていうか、絶対的にありえないことが起こっちゃってて、動画見た方で霊感がある方ならすでにちょっとお気づきかもしれませんが、あの動画の中で、前回の動画の中で、 あの動画の中にもう映ってたんですか。あれ、はい、入ってたんですか。はい、そうなんです。女性の声がはっきりと聞こえるんですよ。気づきました皆さん。前回ね、動画を見てない方、まあ、いらっしゃると思うんで、うん、今ちょっとこの動画を停止して見てみてください。9分40秒から9分46秒の間に、うん、その女性の声がはっきりと聞こえるんですよね、うん、はい、ご確認いただけましたでしょうかね、うん、どうでした。聞こえてた。女性でしたね、確かに、うん、いや、女性だったでしょ。女性だしたね。そうなんですよ。うん、かぶってる時ですよね。そうです、そうです、そうです、うん、あの時はだから一人ってことなのね。 もちろん、うん、周りにも誰もいない、うん、怖っ。その今あの見ていただいたのは BGM がちょっと入ってたんで、ね、聞きづらい部分も、ね、あったかもしれませんが、原本っていうものがあるじゃないですか。で、データ、元のデータ元ですよね、うん、取ったところですね、はいはいはい、これもぜひ皆さん聞いてみてください、はい、いきますよ、はい、ゆっくり、はい、皆さん赤いですよ。お魚ちゃん、お魚、あーごめんなさい、お魚ちゃんです。やったー、チェーチェー、お魚、あーごめんなさい、お魚ちゃんです。やったー、チェーチェー、やったー。動画の方をね、見ていただいたと思いますけど、基本的に、まあ、波の音、うん、風の音で、僕の声がもう響き渡ってるわけですよ、うん、あの中、うん、磯の上では、うん、その状況でね、僕以外の声が入ってるってありえなくないですか、うんうん、声の質も違うし、風の、そうでしょ、風の音の質とも全然違うし、うん、まあ、人の声っぽくあるもんね、うん、だって完全にで、編集してる時に気づいたんで、うん、音声だけのモニターってあるんですよ、うん、ここ波打つやつでしょ。波打つ、そう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 、うんうん、ちょっと皆さん見てみてください、こちら。ティアターティアターあんだけ鮮明に聞こえてんのに波形が動いてないし、霊的なやつを僕信じてないんで、言い訳がつくやつは、まあ、ある程度納得できるんですけど、今回の現象に関しては言い訳がつかない、説明がつかないんですよ。
よ。まあこういうことがね、実は前回の動画で、なるほど、はい、合ってたってことなんですね。合ってたんですよね。これ早く言いたくて、それで呼ばれたのね。そう、一人でもできたんだけど怖くて、怖いよ怖いよって言ってるんですよ。なんか今年に入ってさ、うん、多くない、こういうやつ。レイコンさん、怒ってるんじゃないの。そういうのやめた方がいいと思う、うん、そう、バカにしてるよ、まず。あら、すごい剣幕で言うやん。剣幕で2人ですごい剣幕で言う。いやまあ話戻しますけど、聞こえた声、うん、女性の声、僕に何を言いたかったのか、どう思います、うん、いいアドバイスじゃないけど、うんうんうん、コメントくださってたんで、うんうん、皆さん科学的な感じでね、回答をくれたりとかする。はいはいはい、なるほど、はいはい、なるほど、うん、霊的なことがこう分かる人とか、うん、見える人とか、そういう人はそっち方面でもいいですしね、うんうん、間違いない、何かの可能性を。俺のもね、俺のやつも、絵のやつもよ。絵のやつの可能性もお願いしますよ。お願いしますよ、そこは。ちょっと一ついいです、僕、はい、こういう感じの動画の撮影ですからって内容は知らないんですけど、はい、こう呼ばれて、うん、その前にお店に寄らせてもらって、はい、ちょっと作業してて、うん、でそしたらシャーンシャーンっていう音して、あれって思って、入り口の方だったからですね、こうちょっと作業終わらせてパッて見に行ったんですよ。でそしたら一つ絵の場所をですね変えさせてもらってたんですけど、その絵っていうのが描いた人が絵と対話してる時にすごく嫌だったから、見つめ合うところには飾らないでくれって言われて、でその場所を変えたらもう全く触ってないところの絵がもうブワッと落ちてしまって、そのシャンシャンっていう音だったんですよ。その写真ちょっと撮ってきましたんで、それがこれです。落ちてる、落ちてるでしょ、完全に落ちてるでしょ。で、うん、その斜め下にあったあのキリスト様の絵があったじゃないですか、うんうん、あれがそのもらった絵なんですよ。 あそこだけしか変えてないんですよ。でなんでと、うん、落ちるならだってだってもうって俺がおらん時押していいはず、まあ、確かに。でここ来る前にこう、うん、ちょっと違和感ありますよね、なんか、まあ、まあまあ確かにね、絵が落ちるってやっぱりちょっと不吉よね、何かが落ちるっていうの結構ね。そこ触ってないからね、だってそっち側を、うん、誰かがもうふんしたとしか思えないのよ、うん、皆さんどう思います？ぜひそうですね、皆さんコメントよろしくお願いします。今回の動画見て怖いなぁ、ビル霊やべえなぁって思った人が、皆さんですか？え、おかしいなぁ、おかしいなぁ、知ってる言い方ますから。一回一回どうって顔するの、おかしいなぁ。やだなやだなぁ、おかしいなぁ、違う人になってるって。今回の動画を見てやだなぁ、怖いなぁ、怖いなぁと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方お願いします。それではご視聴ありがとうございました。怖いなぁ、怖いなぁ、怖いなぁ、怖いなぁ。お前らよう言うたな、それ。怖いなしか言うなよ。知らんな、お前。